法名軸法名軸とは、浄土真宗において用いられる仏具で、死亡年月日と法名を記す掛け軸である。浄土真宗の本願寺系の教団では、威灰を用いないことが推奨される。また、法名軸を礼拝の対象としない。ただし先週寺系の真宗高田派では、威灰を用いる。一般家庭の五内仏の場合、仏壇の内側の両側面にかけて称言する。 形状は、白無地の紙を、金蘭、ドンスなどを用いて表層したものである。本尊、脇掛かりの表層が、ドンスの場合、金蘭表層の、方名軸は用いずに、ドンス表層の、方名軸を用いた方が良い。本願寺系の宗派であっても、個別の寺院や地域により、威灰、繰り出し威灰が用いられる場合もある。また、浄土真宗において、 過去帳は略式であり、明日以外の日の平時は、仏壇の引き出しなどに収めておくものである。しかし、明日の確認に便利であるため、法名軸と併用することも容認されている。法名軸をかけることのできない小型仏壇の場合は、過去帳で代用する。仏具店などで、法名軸を購入して用意するか、手継寺の住職に用意してもらう。 49日までに住色に法名を書き写してもらう。また、過去帳を持っている場合は、同時に記載してもらう。法名軸を渡されたら、中印段にある、白木の位牌は、寺に返す。個人が、元山より、陰号を授与されていた場合は、その時に授与される、陰号法名が記された紙を、新州専門の仏具店などで表彰する。また、経線を引いて、 複数人分を記せるようにしたものを合わせ幅と呼び双方名軸として用いる。平時は仏壇の向かって右内側面に親もしくは直近に亡くなった人の方名軸をかけ、向かってさない側面には代々の方名を記した双方名軸をかける。側面にかける理由は浄土真宗の仏壇は浄土を表したものであり、個人も諸仏として その中心にいる阿弥陀如来へ向いていると考えるからである。個々の法名軸は刑事は収めておき、正月命日年季に出し仏壇前にかける。また、裏本会には全ての法名軸を出してかける。ありがとうございます。